恐ろしい列車が誕生してしまった。え、なになに？渡良瀬渓谷鉄道って知ってる？ええ、結構テレビで見ますよ。和鉄、ゾンビになります。あ、あ、え、え、は？ゾンビになるのです。ちょっと言ってる意味がわからない。渡良瀬渓谷鉄道企画列車ゾンビトレイン。何それ？お化け屋敷かける列車をテーマに、車内を舞台に発生する緊急事態からの脱出生還を目指す体験型列車なのだ。すげー面白そう。60分間降りられないお化け屋敷です。わ、より一層怖いな。お化け屋敷を作るプロの会社が請け負ってるからマジで怖いはず。そんな会社があるのか。地元の高校生も演者として出るそうで、地域一体って感じですな。実施日時はこんな感じね。あ、365日ずっとゾンビなのかと思ったわ。そんなわけないだろう。しんどいわ。個人的には面白そうなのに。そして料金や定員はこちら。いやー、とはいえ絶対楽しいでしょう。興味がある人は和鉄のホームページをチェックだ。今調べたけど、渡良瀬渓谷鉄道って赤字続きなんだね。乗客減少の影響でね。これをきっかけに復活すればまさにゾンビだ。おい、言い方悪いな。